美薬島の戦い、美薬島の戦い、美薬島の戦い、バトル・オブ・ビーク、1944年5月27日から8月20日は、太平洋戦争中のニューギニア戦線における戦闘の一つ。アメリカ軍は、マリアナ諸島への進攻に先立ち、飛行場確保などを目的として、ニューギニア北西部の美薬島へ上陸した。これに対して、日本軍の守備隊は、 北のアッツ、南の美薬と呼ばれるほどの抵抗を続け、1ヶ月以上も飛行場の使用開始を許さなかった。しかしこの前線は、マリアナ沖海戦の結果には結びつかなかった。美薬島は、ニューギニア北西部、ヘルビング湾、現在のセンデラシワシ湾湾内の最大の島である。東西は、約90キロ、南北は、約40キロである。南の赤道直下に位置し、 全島が熱帯雨林に覆われている。地形は石灰岩質で広く平坦な飛行場的地を有し、日本軍から見ればフィリピンから東部ニューギニアの最前線へ至る。飛行経路上の連合軍から見ればパラオとフィリピン南部とを爆撃圏に収める要衝であった。日本軍は1943年以降美薬島に木メル飛行場の設営を進めていた。同飛行場は 1> 第1から第3まであった。1943年9月、日本軍は、ビアク島を含む豪北方面、インドネシア東部を、絶対国防圏の一角に指定し、この地域の守備に、第2方面軍、方面軍司令官、アナンコレチカ中将及び、第2軍、軍司令官、トシマ・フサタ中将を当てた。西部ニューギニアへは12月に、第36師団、師団長、 タウエ八郎中将が進出し、内美役島には、不評、第二百二十二連隊を機関とする、美役死隊、死隊長、くずめ直行大佐が分派された。美役死隊は、海岸線の後方、飛行場を見下ろす大地に東西二つの巨大な、小乳道を発見し、西洞窟に司令部を定めた。日本軍はさらに北市から第三十五師団、師団長、 池田春吉中将を美薬島へ転用し、玉月で美薬主体をニューギニア本島へ合流させる計画を立てていた。しかし1944年4月、第35師団の輸送作戦である竹輸送は潜水艦攻撃を受けてて痛い打撃を被り、美薬島には到達できなかった。アメリカ軍の上陸までに日本軍が美薬島へ配備できた兵力は、 陸軍一万四百名、海軍千九百四十七名を数えたが、その過半は飛行場設営隊や、海上輸送隊、開拓勤務隊など、広報勤務部隊が占め、戦闘部隊は、不評、第二百二十二連隊を中心に、海軍陸戦隊を加えても四千五百名に、過ぎなかった。その頃、ダグラス・マッカーサー大将の率いる南西太平洋、方面連合軍は、 西部ニューギニアを経てフィリピンへ向かう反抗作戦を推し進めていた。マッカーサー軍は4月22日にニューギニア東北部のホーランジア（現在のジャヤプラへ5月17日にサルミエ上陸し次の小準をビアク島に定めた。6月中旬にチェスター・ニミッツ大象指揮下の部隊のサイパン侵攻が予定されており、マッカーサー軍にはそれまでにビアク島の飛行場を確保して にみつ軍を支援するよう期待がかかっていた。アメリカ軍は占領したホーランジアの飛行場を拠点に4月28日以降、ビラク島に対して連日の空襲を加えた。日本軍ではホーランジア出艦により、大本英陸軍部が絶対国防権をニューギニアと西端のソロンまで引き下げる方針を決定した。だが、アナン方面軍司令官はこの措置を不満とし、 大本営海軍部の構想に乗って、美役島を死守する方針を持っていた。海軍の構想とは、アメリカ太平洋艦隊主力をパラオ近海へ誘い込み、機動部隊と基地航空隊によって撃破するという、アゴー作戦である。大本営陸軍部も結局アナン中将の方針を追認することになる。海軍の作戦は、アメリカ軍が美役島へ進行してくれば、海上機動。 第二旅団、旅団長、玉田義郎少将を増援に送り込む、今作戦を実施して決戦場に仕立て上げ、アメリカ軍主力を誘引するというものであった。5月25日、連日の激しい空襲の中、第二方面軍参謀長、沼田武蔵中将が、美役島を訪れ、この作戦について、くずめ大らと打ち合わせた。27日早朝、沼田中将の蒸気が、 美役島から離陸しようとしたその時、連合軍の大戦団が沖合に現れた。美役主体の人員約1400名の構成は、不評、第222連隊約3500名、長谷川公社法中隊約100名、広報部隊約3700名、台湾軍部とインドネシア兵法約3000名であった。戦闘部隊は、不評、第222連隊と、 長谷川校舎砲中隊のみと言えた。それ以外は、広報勤務部隊であり、合わせても小銃は1388丁しか装備していなかった。不評、第222連隊は、海上機動反撃編成連隊であり、当時の日本軍としては屈指の有料装備を有していた。編成は9個不評中隊、うち、第5、第9中隊は、ヌーフォル島、ソロンへ、 配備を中心に3個迫撃砲、中隊、3個砲兵中隊、1個機関砲、中隊、1個戦車中隊、1個砲兵中隊他から、なり、戦車中隊は95式系戦車9両を保有していた。長谷川校車砲中隊、野戦校車砲、第49大隊第3中隊は88式、野戦校車砲4門を有していた。野戦降車砲、 第49大隊は1941年に満州で編成され、1944年にニューギニアへ進出、うち長谷川中隊が美悪島へ分派されていた。海軍はマノクワリの第18警備隊、18系、美悪島の第19警備隊、19系、サルミの第91警備隊、91系を合わせて5月1日付で、 第28特別根拠地帯28特根を編成、司令官に、千田貞俊少将を任次第4、南図艦隊に編入した。千田少将は5月15日に、美役党に着任したばかりで、司令部といっても2名のみの名ばかりの組織でしかなかった。5月27日、美役党南岸の日本軍陣地への猛烈な空爆、及び従順、 オーストラリアを中心とする艦隊の艦砲射撃の後、アメリカ軍は南東方のボスネック海岸へ上陸した。進行兵力は第41不評師団の第162不評連隊及び第186不評連隊を機関とする2万5千名であった。アメリカ軍は美薬師隊の長が大佐クラスであることなどから日本軍の兵力を4400名程度と過小評価していた。 そして、ボスネック地区から海岸沿いに突き進んで、モクメル飛行場地区を一挙に占領しようと図った。しかし、美薬島の地形は日本軍に入りした。海岸を見下ろす大地には、至るところに頑丈な天然の洞窟があり、小兵を砲爆撃から守っていた。28日、M4 中戦車を先頭に前進するアメリカ軍第162連隊第2 第三大隊に対し、日本軍は十字砲火を浴びせ、不評の肉薄攻撃により、戦車三両を損壊させた。志願長、ヒラ少将はこの戦況に狼狽し、第六軍司令官クルーガー中将へ増援要請を送った。クルーガー中将は、直ちに第163不評連隊の増派を指示した。翌十九日、美役島に取り残されていた沼田中将は、自ら、 第一戦部隊を指揮し、アメリカ軍の戦闘部隊への反撃を命じた。午前8時、岩佐博中尉の率いる95式揮系戦車9両が突入し、アメリカ軍も M4 中戦車を繰り出して、戦車戦が開始された。日本軍は戦車7両を失い、岩佐中尉も戦死したが、アメリカ軍は中戦車2両が大破し、また、戦車部隊の優先を見た日本軍不評部隊が、 前進しきたため包囲される危機に陥り交代を余儀なくされた。アメリカ軍は海岸を見下ろす台地を制圧しない限り、飛行場地区の占領は困難と判断。31日には第163不評連隊がボスネックに上陸し、時間をかけての迂回作戦に切り替える。日本軍は6月8日にボスネックに野襲をかける。 予定であったが6月7日にアメリカ軍が迂回路からモックメル第一飛行場に突入してきたため中止になった。8日、日本軍はモックメル第一飛行場を占領したアメリカ軍に対して野襲を仕掛けたが失敗し、飛行場を見下ろす位置にある西洞窟へ撤退したてこもった。日本軍はモックメル第一飛行場を見下ろす第一に陣地を構え、 飛行場を使用しようとするアメリカ軍に対して、しばしば砲撃や野襲をかけたため、22日まで、アメリカ軍は、もくめる第一飛行場を使用でなかった。連合艦隊は、美役党主体の前線を見て、今作戦を発令した。6月2日、海上機動、第二旅団を乗せた、輸送船団と、サコインなお正少将の率いる、戦艦、不走、従順、病光、ハグロ。 アオバオ機関とする、根体はダバオから出撃した。ニューギニア方面では、連合軍の洋上兵力は、トーマスシー・キンケイ度中将の率いる、第七艦隊、重巡、オーストラリア、軽巡ボイジ、フェニックス、ナッシュル機関しかなく、戦力は、日本軍の方が優勢であった。だが、日本軍は、果敢にも出撃してきたキンケイ度艦隊を、空母機動部隊と誤認し、 今部隊に、ニューギニア島ソロンへの退避を命じる。サコン上少々は、快速の駆逐艦による、輸送の方が成功の可能性が高いと判断。今部隊の内駆逐艦6隻に、海上機動第二魚団昌兵の一部を乗せて6月8日に、ソロンを出発した。だが、アメリカ軍機の空襲により、駆逐艦、春雨が沈没、他の艦は午後10時に、美役島近海まで到達したが、 近景度艦隊と遭遇したため脱出を余儀なくされた美薬島を機械戦。こうして第二次作戦も失敗に終わった。連合艦隊では近景度艦隊を撃破しない限り今作戦は無理と判断。6月10日、戦艦、大和、武蔵以下の戦力をハルマヘラ島に集結させ第三次作戦を発令した。だが翌11日、アメリカ機動部隊が マリアナ諸島へ来襲したとの方が伝わり、美薬島どころではなくなり、今作戦は中止となった。今作戦は失敗したが、美薬島はニューギニア本島沼の区割りから終点で到達できる距離にあり、兵員や両職弾薬が細々とではあるが送り続けられた。6月中旬までに、ヌンホル島に配備されていたクズメ連隊の第5中隊、不評。 第219連隊、第2大隊、不評、第221連隊、第2大隊が、美役ト北部のコリム海岸に到着し、入れ替わりで、沼田中将は、目などの第2方面軍司令部へ帰還した。アメリカ軍の飛行場占領の予定は大幅に、遅れていた。マッカーサー大将は、サイパン上陸を行うニミッツ軍を支援する、責任から、メンツにかけて、 第6軍司令官クルーガー中将を特例し、クルーガー中将は、また第41不評師団長、ヒューラー少将を特例していた。だが、ヒューラー少将は、日本軍の増援の動きを見て、さらに、古連隊の増援要請を送った。クルーガー中将は、ホーランジアにあった第24不評師団第34不評連隊を、美役党へ増派するとともに、ヒューラー少将を弱腰と判断して、 鋼鉄を決断、代わって第1軍団長、アイケルバーガー中将をビッグ島攻略部隊の総指揮官に任命した。アイケルバーガー中将は6月15日に、美役島へ開い、第34不評連隊戦闘団も18日に、ボスネックへ上陸した。アイケルバーガー中将は、部隊配置を一新し、4個連隊の兵力をもって、 日本軍がこもる東西の洞窟に対して朝から夜まで寒暖の内蒙攻撃を加えた。美薬師隊の司令部が置かれていた西洞窟は山荘の床を張り最大時には二千名を収容していた巨大な昇乳洞であった。この頃には食料も飲料水も不足し、将兵はわずかばかりの乾板と昇乳石から滴り落ちる嫌な味のする地下水で上と乾きをしのいでいた。 そのため、赤痢患者が続出し、洞窟内は、糞尿とし体とから発する悪臭で充満していた。アメリカ軍による、包囲の輪は、きついた日と狭まっていった。20日になると、アメリカ軍は、洞窟のいくつかの入り口に、火のついたガソリン缶を投げ込むようになった。同じ日には、アメリカ軍は、残りの飛行場へ突入した。残っていた95式系戦車は、 西洞窟付近で全滅した。くずめし隊長は6月21日に軍機を笹ぐ焼きし、一旦は玉砕を決意するが、千田少将らの説得により、配下の部隊ともども広報の高地へ脱出した。洞窟内の重傷病者約160人は自決した。ここに至って、阿南方面軍司令官は25日、美役島への増援中止を決定、美役主体に対して、 地給への転移を発令した。西洞窟は27日にアメリカ軍が制圧、同日、東洞窟の海軍19系も陣地を捨てて後方へ脱出した。7月2日、くずめ死体長は戦い疲れ自決の道を選んだ。死体長代理、大森正夫少佐と千田少将以下の将兵は、ビラク島各地のジャングルに分散して自活し、友軍の再来を待つことになった。 大森少佐が分散時給の第二軍命令を海軍通信隊経由で受領したのは7月中旬のことであった。この時の残存人員は1600名余りまで減少していた。日本軍将兵はジャングル内に食料を求め、あるいは求人地の焼け残りの食料やアメリカ軍の物資を盗んで自活を図ったが、次々と飢餓とマラリアに倒れていった。 美薬島への補給は7月上旬に1回実施された空中補給が最後となり、7月19日に美薬島を脱出して、マの区割りへ帰還した海軍の森機関兵装をほか、若干なお最後として美薬島と島外との連絡は絶え、アメリカ軍は8月20日、美薬作戦の終結を発表した。アメリカ軍による美役島の飛行場の使用開始は、 木メル第一が6月22日、同、第二が8月1日、同第三が8月12日となり、マリアナ沖海戦に間に合わせることはできなかった。太平洋戦争後期の当初での戦闘で、日本軍がアメリカ軍の上陸から1ヶ月以上も飛行場の使用開始を許さなかった事例は、美薬島のみである。だが、美白地帯の噴戦も虚しく、マリアナ沖海戦は、 日本軍の完敗に終わった。美薬島に投入されたアメリカ軍の兵力は約3万名であった。それを一個連隊強の兵力で1ヶ月以上、防ぎ続けた美薬死体に対しては、昭和天皇からたびたび歌唱があり、寺内俊一南方軍総司令官も感情を授与した。くずめ大佐は死後特使をもって陸軍中将に任ぜられた。 アメリカ軍も美役島の日本軍の抵抗をニューギニア作戦中最大と評している。美役島の日本軍は、その後、アメリカ軍の総統作戦と飢餓によって、逐次消耗していった。千田少将は12月25日に戦死したとみられる。日本軍の将兵は終戦までに434名が捕虜となり、終戦後に、砲兵、第二中隊長。 松山静雄注意を長とする86名が収容された。日本軍の生還者はこれら合わせて520名のみであった。アメリカ軍も戦死者471名、戦勝者2443名を出し、加えて感染症の罹患者が6811名、戦場神経症患者が423名にも上った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。